アルティメット忍者ストーム2の、開発の現場に行ってみたいと思います。どうぞこちらへ。特に今回、格闘部分っていうのはもう、いつも通りやっぱアニメーションのやっぱ動きっていうものをすごくこだわって作ってるんですけども、進化としてもう見た瞬間に分かるのはそのドラマを楽しめる RPG モード。今回はまるでアニメの美術背景の上をキャラクターがこう歩いてるかのような、表現を、やってます。そのおかげで、おそらくプレイヤーのみんなはまるでアニメの中を自分が動いてるかのような、感覚に陥ると思います。この液晶テンタブレットって一応書くことがありまして、それで要は直接テクスチャーを高密度のテクスチャーをこうやって書けるようになってるんで、ここが作業の画面で、こっちが、PS3 の、チップの方だね。ちょっと動かしてみようかもしれない、うん、はい。ここも、モーションを作ってるチームですけれども、新キャラクター、今回から、シリーズ初参戦の、キラービーですね。ここの真ん中のスクリーンで、彼女が、手でモーションを作って、これが、ブラビアですね。 PS3 の実機での確認用のビューアーで、一番右に、サブモニターがあって、あそこで実際、テレビで、放送された、ナルトの放送回を、ずっとこう再生しながら、いろいろと、比較したり、チェックしたりしているというところです。今作、ストーム2におきましても、前作ストーム1の時から、コンセプトとして掲げていました、ゲームとアニメの華麗なる融合。ここをですね、特に力を入れてやっております。テレビアニメのですね、映像を日々、研究しながら、その映像に、負けないような素晴らしい映像をゲームでも実現できるように日々スタッフ、精進しております。これあなたが書いたやつですね。実際に彼女が書いた関係ですね。そうですね、基本的に一番最初に、キャラクター全員の、コンセプトを決めてですね、それを、そうですね、今度はみんなで、そのキャラクターに適しているかどうかっていうのを、選別して、それがもうマッチングした時に、全ての、動作を、そうですね、絵コンテに起こして、それを主演者様、ピエロ様に監修いただいて、それをもとに、実際のゲームのアニメーションを作っています。 CG 通常の画面とで、これが組み上がったら実際に PS3 ではこういう風に見えると。ここがエフェクトを、制作している、部署ですね。でエフェクトとオーギーだね。大体僕らって、神作画って呼ばれてるアニメーション、もうアニメでしか表現できないものっていうのを結構チャレンジしてまして、やっぱそういうところが再現できたとか、それ以上超えれたっていう瞬間はやっぱ僕は一番、これでみんな驚くだろうって思う瞬間がやっぱ一番、好きですね。